ここに一冊の絵本があります。ケロピョン迷子のかくれんぼ。もう一回、まだだよ。遊んでいたらさあ大変、大冒険の始まりだ。2013年冬、いつものように車で走っていると、葉の落ちた木の間から緑のとんがり帽子の建物が見えた。春、萌え木色に染まった新緑の時期、その建物を訪ねてみました。あ、カエル、カエルだ。迷子になったカエルのケロが一人ぼっちだった。ウサギのピョンタに助けられ、幾度かの危険な場所を乗り切っていきます。ケロを助けたことから、その勇気と優しさにウサギの仲間から祝福を受けるお話です。ここは北国北海道、待ちに待った雪解けの季節。畑の日だまりではカエルたちがかくれんぼをして遊んでいます。アマガエルのケロはフキノトウの中に隠れました。その時、危ないと大きなウサギがケロの上に覆いかぶさってきました。トンビがケロめがけて急降下してきたのに気づき、体を張って助けてくれたのでした。僕には友達がいないから、君が帰らずいてくれると嬉しいんだ。小屋に戻ったら僕を助けたこと話してよ。誰も信じやしないさ。無事に帰ったら教えてもらった歌を歌う。その歌声は遠くピョンタたちの耳に届きました。するとどうでしょう、昔ピョンタと喧嘩をしたウサギが歌い出したので。それに続いてみんなも口々に歌い出し、ピョンタを囲んでの大合唱となりました。冒険の終わりは友達の始まり。北海道は北広島市にある西の里小学校がモデルです。西の里小学校に甥っ子姪っ子が行ってまして、私もちょくちょく遊びに行くようになったんですけれども、小学校の麓の方に畑があって、そこに農家の方々がいらっしゃるんですけれども、そこに本当に小さなカエルがたくさんいて、それを見た時にこれはお話になるなっていうふうに思ったんです。それと、西の里小学校には小動物園があって、とっても今の学校には珍しく子どもたちにとってすごくいい環境だなっていうふうに思ったので、この絵本を書くきっかけになりました。ケロピョン迷子のかくれんぼのモデルとなった西の里小学校、森の中の小学校です。小動物園のある全国でも大変珍しい小学校です。谷川校長に小動物園についてお話を伺いました。小動物園のある小学校っていうのは珍しいと、全国でも珍しいと言われてますけども、その動物園ができた由来についてお聞かせいただきたいと思います。はい、ここはですね、もう今から20年以上も前に、はい、この西の里地域の人たちがこの小学校が移って、そしてその子どもたちにこの自然をしっかりと感じさせてあげたい、生きる生き物を通して命の大切さとか、そういうものを学ばせてあげたいということで、地域の人たちが作った動物園なんです。ですから本当に地域の皆さんが一から土台を作って、そして金網を張って、そして今の動物園の形を作っていったと聞いてます。この学校が
絵本のモデルになってたということはご存知でしたか？いや、それは全く知らなかったですね。ああ、そうですか。それじゃあお読みにもならなかったですか？はい、今回お話があって、初めて絵本を見させていただいて、そして読ませていただいて、この西の里のこの動物園をモチーフにですね、あんな素晴らしい絵本ができてたなんて本当に素晴らしかったことだなというふうに思いました。森の中で先ほどのカエルが現れ、また消えていきました。子供がやってきて、カエルは友達の待つ家に帰っていったのさと話してくれました。絵本の中のピョンタかな、カエルはケルなのかな。早く友達と会えるといいね、ウサギくん。早く友達と遊びたいよ。What?